はい、こんにちは、札幌で陶芸やってます橋本しのぶです。今日はですね、粘土の再生の方法を紹介しようと思います。まあ、自宅陶芸をねやってる人いっぱいいると思うんですけど、自宅で陶芸やってて削りカスとか粘土いっぱい出ますよね。それをどうするかっていうことなんですけど、粘土は基本的には何度でもね再生して使うことができるので、削りカスとかねそういうのは捨てるのも大変だし、やっぱ再生してね使った方が環境にもいいし、まあお財布にもいいのかな。まあそれはちょっと微妙かな僕らこう作業で仕事としてやってると必ずしも再生することがコスト的に合うかっていうとね、ちょっとそれは難しいんですよね。再生するよりはもしかしたらどんどん捨てて新しい粘土を買っていった方が安いかもしれないです。再生するにはそれなりにね手間がかかるの で僕ら のプロの場合はやっぱ手間っていうのはねそれがコストになってしまいますので、まあプロの場合はまあちょっと微妙ではあるんですけど、一般的にはね趣味でやってる方たちとかは再生した方がいいと思ってます。じゃあ削りカスですね。これ削りカスをね削ってまだ乾く前の状態だったらそのまんま濡れた雑巾とかにくるんで置いておけば再生そのまんまできると思うんですよ。またね柔らかくなって練り直せばいいと思うんですけど、やっぱ一回ちょっと乾いちゃったりするとねもうそれは練り直すのはちょっと難しいので、一回こうやって全部乾かしてしまいます。カラカラに、これはねカラカラになるまでちゃんと乾かさないとダメです。まあでもね削りカスなんですぐ乾きますから、何日かこう置いておけば。で普段は僕はもっと大きいのに溜めておいて、でそれをブルーシートの上にねバーッと広げて乾かしたりするんですよ。でもまあ例えばこれぐらいのね少量とかだったらこういうバットみたいなものに入れて置いておけば、まあすぐ1日2日でカラカラになります。はい、でまずこのカラカラにした状態ですね。でそれをバケツですね。バケツにこれを入れちゃいます。この時ね先に水張っといてもいいです。これから水入れるんですけどね、先に水を張っておいてもいいです。その方がこう今すごいホコリ立っちゃったんですけど、水張っといた方がホコリ立たないですね。よし、でじゃあここに水を入れていきます。はい、じゃあ水入れていきます。ちょうど浸るぐらい、これぐらいでいいです。で注意なんですけど、水を入れたら混ぜないでください。ここで混ぜるとダマになっちゃうんですよ。粘土がダマになって再生しづらくなっちゃうので、水を入れたらこのまま放っておきます。このままこれでまあ1日とか放っとけばいいです。本当は1日もかかんないかもしれないんですけど、もうとにかく放っときます。絶対触りません。じゃあまずはこのまま、放置します。はい、というわけで1日経ちました。そうですね、ちょうど1日放っときましたで、これをじゃあ今日はこしていきます。じゃあちょっとこれね中身を見てみましょうか。こ
こんな感じになってます。わかりますかね。これ全く昨日から触らないで放置しただけですね。多分だいたい溶けてると思います。よし、じゃあね、まずどうしようかな。まずね、ちょっと作業しやすいように一回こっちのたらいに移します。もう混ぜちゃって、バケツがね2つあればいいんですけど、ちょっとねバケツ1個しか今なかったんで、これは今ね結構シャバシャバな状態ですね。水少なければあんまりねシャバシャバにならなくて、この後の作業が早いんですけど、でもこす作業とかがねあんまり硬いとそれはそれでやりづらいんで、まあ時間かければ勝手にね乾いていくので、再生するときはちょっとシャバシャバ気味でもいいかなと思っています。よし、はい、こんな感じ。そしたら今度さらにここに入れていきます。これなんでここに入れるかって言ったら、このザルを使ってこすんですよ。それでね、ちょうどこうはまりがいいんで、それでこのバケツ使いたかったんですよ。本当はこれなくても別にいいんですけど、ちょうどねこれがこうやってると楽なんで。で、このザルなんですけど、これはね僕ホームセンター行って良さそうな目の大きさのを探してるんですよ。その使ってる土によって目の粗さとかあると思うんですよね。僕使ってる土は結構粗めなので、あんまり細かいこうザルとかふるい使ってしまうと、その粘土のね少し粗い部分の美味しいところがなくなっちゃうので、まあ、ちょうど良さげな網を探して使ってます。これ別にザルじゃなくてもふるいでも何でもいいんですけどね、それは使う土によって選ぶといいと思いますね。でやっぱ一応ザル通さないとゴミもね入ってたりするんで、ゴミとか髪の毛とかね、そういうのも入ってたりするんで、あと場合によっては石が混ざってたりもねしますから、一応ザルを通してザル落とします。よし、そしたら、これ量少ないから楽だよね。普段はねもうすごい量でっかい樽でやるんで、攪拌機でね、ドリルの攪拌機でガーッとやって、もうダーッとやっていくんですよ。これぐらいの少量だと楽ですね。これちょっと見えるようにやった方がいいか。この作業がね、シャバシャバじゃない状態だと結構大変になります。これぐらいシャバシャバにしとけばね、割と楽なもんですね。でも多少ね、ダマが
残ってますね。それでもこうやってゴムベラで押せばね潰れるぐらいなんでいいと思います。多少ねやっぱ大きい砂みたいなのがねついてくる残ってるんでやっぱこれはねちゃんとこうやってザルを通した方がいいですね。これ分かりますか、こういうこういう大きいね石ころとかもね入ってたりするんで、よし、これでこしました。そしたら次はでこした後なんですけど、今度これをね乾かしていくんですが、よいしょ、僕はね普段こういう素焼きのね鉢を作っておいて、これも粘土の再生専用なんですけど、ここにこう布を引いてね、布を引いてここにダーッと入れていくんですよ。入れていってあとはもうそのまま乾くのを待つだけです。まあ何日も置いておきますね。冬はなんかもう何週間も1ヶ月ぐらいかかる時もありますね。夏場はね割と早かったりするんですけど、ただまあこういう素焼きの鉢がね家になかったりしますよね多分ね。じゃあそういう時はどうするかと、どうしようかな。あ、そうだ、これザルとかいいんじゃないですかね。こういうザルにまずこれ乗っけて、で、まあ、今この素焼きの鉢でやりますけど、下なんかバットかなんか引いて水漏れても大丈夫なようにね、そしてこれを流し込みます。こんな感じで、こんな感じになったらそうだな、これちょっとじゃあ 家パターンでやってみますか。バットこういうねバットでもでかい桶でもいいですよ、なんでもいいんですけど、あとまあ外にね置けるっていう人庭とかあるんだったらもうこのまんま外に置いちゃってもいいかもしれないですね。でその時にこうやって閉めておきます。そうしないとホコリとかね虫とか入ってしまうので、で、まあ、外に出せない人はこんな感じでいいんじゃないですかね多分。あとこれをこうやって釣っとくっていうのもいいかもしれないですね袋にしてね、袋に託して釣っとくっていうのも、そしたら乾いてきて水抜けて乾いてきたら粘土になりますんで、でいい硬さになったらそのまんま練って練り直せば OK です。もうそれだけ。あとそうですね、この使う
布なんですけど、これは化繊がいいです。化繊、あの綿100とかだと粘土のバクテリアに食われてしまってボロボロになってきます。長持ちしないんですよね。なんかそう、粘土に使う布はとにかく化繊がいいですね。多分ナイロン100とかだと良くないのかもしれないんだけど、なんだろうこれ、なんかシーツかなんかなんですけど、これはもうすごい、ほんと15年ぐらいずっと使ってて、でそれに対してあの綿100みたいな布は結構もう虫食いみたくなっちゃってね、ボロボロになってきますね。粘土をね包んでおいたりしてもそうですね。なので僕はなるべくこう化繊っぽいやつを使ってます。どんなのがいいのかねちょっとよくわかんないんですけど、そんな感じです。はい、まあこんな感じで粘土の再生をすればいいと思います。はい、じゃ まあ今日はここら辺で終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまた次の動画楽しみにしていてください。じゃあバイバイ。